皆さんこんにちは、北村ひかると申します。いつも動画ご覧いただきましてありがとうございます。今回も、新型コロナウイルスについて占ってみようかと思っています。まあ今ではね、もう5類になってからね、もうしばらく経ってて、もうあまり忘れられてるかも、存在になってるかもしれません。でもなんか今世界ではね、新しい株のね、派生型がね、なんか出てるという噂があります。まあ、というのもね、オミクロン株がね、なんかあの派生型でエリスという、これはギリシャ神話の中から来てるらしいんですけどね、まあ、ちょっと迷惑かもしれないんですけど、エリスっていうのが今流行ってるのではないのかっていうのが出ています。まあね、外国で言うと EG5、 もしくは今 EG5.5.1 っていうのも出てるらしいんですけれども、このね、エリス型がね、今ね流行ってると言ってます。まあ、 WHO もね、ちょっとね警告は出してるかとは思うんですけれども、で、まずはまあこのエリスですけれども、このエリスが結構今世界で流行ってるから、その影響、まあこの危険度、うん、危険度について占ってみます。で、次にまあ日本でも今多分流行はしてるかもしれません。なので日本の影響、日本への影響を占います。まあ最後ですけど、最後がそのエリスっていうのが、まあ某ワクさんでは対処カバーできる、症状をカバーできるみたいなことを、効果があるみたいなことを言ってます。なのでそのことについて最後は3カードで見てみようかと思っています。じゃあまずは早速そのエリス株について占ってみるますけど、まずこの危険度をちょっと占ってみます。うん、だからね、環境によってね、変化していって、感染者が増えることによって、その危険度が増すのか。まあ、昔のデルタ株みたいな感じですよね。うん。オミクロンになると、ちょっと感染力は強くなるけれども、まあ、その症状的にはね、昔のデルタ株とかに比べたら、まだ、マシっていう説もありますので。じゃあまずはエリス株の危険度についてちょっと占ってみますね。うん、まあこれはね、ネガティブなカードが出たら危ないと思った方がいいかもしれないですね。吊るし人が出たな。試練みたいな感じかな。じゃあ見ていきますね。なるほどな。あれデビルの逆か。でもなんか弱毒さ、結構毒性的なものについては、ムーンのね、逆位置が出てるのと、あと悪魔のね、逆位置が出てるからね、これ悪魔のだけど逆位置は悪くないんですよね。なんかまあ解放できるとか、悪い状況からね、解放できるとか、誘惑を振り切るみたいな感じ。まあムーンもね、真実が見え始めるとか、嘘がバレるとかっていう意味のカード。まあ、あとね、明るみに寝るとか、これも嘘がバレるみたいな感じ。嘘がバレるみたいな感じかな。迷いが晴れてスッキリするっていう意味のカードなんだよね。でもなんか過去の状況はね、女教皇が出て、の逆位置が出てるんですよね。だからこれによって、まあ、一応過去の状況は、ちょっとね、まだね、知識、そのエリスについて、まだ情報がね、まだはね、きちんとね、把握できてないとか、
症状的にはまだわからないみたいな感じの過去が出てたんだけど、今はね、現状維持のカードが出てるから、まだ一応ね、調査はね、いい方向に進んでいるみたいな感じのカードが出てるかな。まあ、解決方法が見つかりましたっていうのもありますからね。だから、まあ、まあ、そこまではね、危険度はね、ないような感じで、このカードで割れてますね。まあ、でもね、やっぱりね、ちょっとしばらくはね、エリスもね、結構、感染はね、続くような感じで思われてる感じはするかな。でも周囲の状況的にはね、もうエンプレスが出てるからね、もうほっといてるよく感じはします。でもなんかね、ちょっと危惧したいことがあって、対策のところに死神が出てるんですよね。だからちょっとこれはね、でもやっぱり油断しないでって言ってる。そんな大した、症状じゃなくてもね、やっぱり感染のね、対策はね、きちんとしなきゃいけないみたいな感じのことが出てるかな。でも真実がこれ明らかになるっていうのだからね、その死神とちょっとセットで考えるとね、なんだろうなぁ。だからちょっとね、まあ、風もだからこじらせたらちょっと命の危険には、瀕することになりますよってこともあるじゃないですか。だからあんま油断はしない方がいいと思う。だからといって。でもね、確かにね、まあ、このカードから見たらそんなに強さはないと思う。だけど油断はしてはいけないって言われてる。あと、吊るし人割れてるからな。だからこれはね、試練とか克服しなきゃいけないことが、問題があるっていうこと。だからね、この、やっぱりエリス株って結構ね、ある意味ね、ちょっと転換期な感じもしますよ。だから、ここの株を甘く見るか見ないかによって、ちょっと今後の対策が変わるかもしれない。だから迷いが晴れる。何の迷いが晴れるんだろう。実はコロナは恐ろしいものだったってことかもしれないし。ちょっと難しい結果になったな。まあ今はね、現状維持してるからね。まあ調査がね、だんだんと分かってくるような感じのカードでは出てましたね。じゃあ次に日本です。だからこのエリスも多分日本もうちょっと出てるとは思います。だから日本への影響どうなるのかっていうのをちょっとこれもタロットカードで見ていきたいと思います。まあね、お盆休みももうすぐお盆休みも大変でしたね。もう新幹線止まったり遅れたりと。だから結構駅とかパニックになってますし。まあ今だからもう5類になってからマスクもね、しない人も増えました。だからそれによってね、またちょっと感染流行りそうな感じはしますけどね。まあ、強いて言うともう少し1年はね、我慢するべきだったのかなと、なんか前のカードでも出てたけど。それでは、日本です。じゃあ今からね、3ヶ月ぐらいで見ていきたいと思います。近い未来で。エリス株によってなんかちょっと新しい研究への道が見えてくるのかもしれないし、では日本への影響を見てみますね。死神が出てる。
あれ、ラワーズがあれだな。と、なんかね、日本はね、もうそのままね、もう突き進んでいきそうな感じがするかな。だからどんな株が出たってね、もう経済を回そうっていう気持ちが強い感じがする。センサが出てるんですよね。だからもうなんか過去はね、運命の輪が出てたからね、やっぱりもう5類に変にしたことによってね、まあタイミング的な感じのカードかな。転換期みたいな感じのカードが出てたからね。でも今なんかちょっとね、死神のカードが出てるんだよね。だからちょっと今結構大変かもしれない。だから結構あの情報、メディアとかの情報ではね、そんなにね、あのもう新型コロナについてはね、忘れられたような報道をしてるけれども、実はなんか内部的にはね、もういろいろな問題が抱え込んでいるとか、まあ医療系でもね、結構問題が抱えてるとか、今なんか定点判断してるからね、状況とかわかんないけどね、結構病院によってはね、もうちょっと苦しい思いされてるところもいますし、実はちょっともう重症化の人が増えてるとかってこともありますから、今ちょっと死神停滞とかっていうのカードが出てるよね。でもね、ちょっとね、気になるのはその近い未来、ラバーズが出てるんですよね。これはね、だから正しい選択っていう意味のカードなんですよ。あと試練が克服されるってことなんだよね。だからなんかこれはね、調和みたいな感じがするから、また一回なんかね、ちょっと規制とかなんかまた、まあ緊急事態まではいかないかと思うんですけれども、またちょっと行動規制される可能性も出てくるかなと思ったりする。まああとこれ、人間関係、人から人へのあの人間関係の意味のあるカードだからね。だからそれぞれやっぱりちょっと対策も考えるんじゃないかな。あの個人個人の対策も増えていくんじゃないのかというのは出てるけどね。まあでもそれだけど、結局はなんか突き進んでいくような感じがしているかな。だってもう周囲の状況がね、だからその吊るし人の逆位置が出てるから、もうなんかどうな症状がなんかどんな感じだからって言ってもなんか意味ないじゃんみたいな感じで思ってるみたいな感じがするよ。だからエリス株が流行ったからといっても関係ないじゃんとか、すぐ治るよとか思ってるような感じがしますよ。もうなんかね、日本も、ね、諦めてる感じがする。なんかもう諦めてもう受け入れるみたいな感じ。だからもうなった人はもう知りませんみたいな感じかもしれない。もう自己責任してくださいって感じで、だから対策としてはね、党が出てるんだよね。だからもうこれはね、だからもう自分で自分を守るしかないっていうのが出てる。まあ逆位置が出てるから、まあ自分でカバーできますよってことだと思うんで、やっぱりね、まだね、終わってはないと思った方がいいと思う。だからきちんと対策はした方がいいと思うよ。だから政治はね、何もしないような感じがするから。だから舐めてはいけません。甘く見てはいけない。出てる。じゃあ最後ですけど、最後は、その、ね、EG5。これが、だから、某ワックさんの、ね、会社ではね、対処できるみたいなことを、データでは言ってるらしいんですけど、まあ、それが本当かどうかっていうのをちょっと占って終わりにしようかなと思っています。これはね、3カードで見てみます。でもやっぱりなんか最初、そのね、脅威、そのエリスの恐ろしさっていうのをちょっと見たときに、なんかそのムーンのね、逆位置がすごい気になるんですよね。まあこれも、だから、悪いカードが出たら、ネガティブなカードが出たら、ちょっと難しいと思っといた方がいいかな。
では見ていきますね。うん。あ、でも死神が出てるな。テンペランスか。現状維持が出てるな。これね、微妙で出てる。だから、メリアではだから、有効だとは言ってるけれども、あまり意味ないような感じがする。あまりが意味がない。まあ、受けてみてもそんなに悪くはないですよ、とは言ってる。まあ、現状維持するから、まあ、対策にはなりますけど、でもレスが出てるんだよな。役位置が出てるから。だからちょっとね、これはね、停滞するとか、過去を捨てられないとかっていう意味のカードだし、脱出、悪い状況から脱出できないっていう意味でもあるんだよね。だからちょっとね、難しいかな。まあ、運命のは、がれてるしね。まあ、これは転換期みたいな感じもある。でも努力はしてると思いますよ。努力はされてらっしゃると思うんだけれどもね。やっぱりね、その仕切り直しがね、うまくいかないような感じがする。だからちょっと、100% ではない。だからまあ、ちょっと気になるんだったら、接種するのも、ダメではないけど、してはいけないってことではないです。ただしても、だから、きちんと対策しなければ意味ないですよっていうのは言ってるかな。自分自身でね。だから、そんな接種しなくてもね、対策してて、全然今までなってない方もいらっしゃいますからね。まあ、体質もあるかもしれません。だから今結構ね、花火大会とかも結構解禁されますし、お祭りも解禁されましたし、ね、だから、いろいろ解禁されたことで、もう皆さんね、いろいろと人の出入りがね、多くなっています。だけどね、まだね、終わってませんのでね、もう皆さん終わったような感じで思ってるかもしれませんけれども、まだ油断はできないなっていうのは、今回のカードの出方で見えてますんで、ぜひ、自分の身はね、自分で守るように努力してみてはいかがでしょうか。今日はこんな感じで、新型コロナウイルスについて占ってみました。まあ、あくまでご参考までにお願いいたします。まあ、ちょっと最初の、ムーンの逆位置がちょっと気になって、今でも もやもやするんですけれども、まあ、意味の通りだったら、真実が見えるってことなんで、まあ、どんな真実なんでしょうかね。北村でした。いつもありがとうございます。